ただより第41回東北大学リベラルアーツサロンを開催いたします。本日は男女共同参画の経済科学義務ではなく経済・経営戦略として考える男女共同参画と題しまして東北大学大学院経済学研究科の吉田宏教授にお話をいただきます。 皆さんこんばんこばは東北大学経済学研究科のの教授の吉田でございます、えー、今日はの男女共同参画の話をいたすわけですけれども、えー、なぜ経済学の部の先生が来て話をするのかちょっと不思議に思う方もいるかもしれませんこういうのだと大抵あの憲法ではとかですね えー、歴史上何とかだとか人権問題とかっていう感じから話をすると思うんですけども私が所属しております経済研究家の中でも私は高齢経済社会研究センターとですね少子高齢問題、まあ、少子高齢問題を経済学で考えるっていうのもまたちょっと不思議な感じがするかもしれませんが、えー、実はいろいろ考えていきますと世の中、えー、経済問題まあ 少子高齢社会が経済に及ぼす影響っていうのも考えるんですけれども少子高齢社会を経済学で解決しようということも同時に考えておりますでその一つのトピックといたしまして今日は男女共同参画の経済学でで考えてみよううとということです全体の話は今日4つのパートに分かれております一つは高齢社会の問題っていうのはどういうことがあるのか。 でそこから詰めていくとですね、えー、男女共同参画問題に、実は、えー、高齢社会問題を解決するためには男女共同参画問題を解決しなければいけないというふうに問題が翻訳されていきます。そして男女共同参画というのは義務なのか、それとも日本をよみがえらせるチャンスなのかですね。まあ、大抵は義務だと。義務だと言われると、なんだかこう。 ねえー、税金も義務ですけども人間義務働く義務とかやれるとだんだんこう顔が下の方にこう向いていってしまうので、えー、実はすごいチャンスなんだということも話したいと思いますそして、えー、経済・経営戦略への応用と、まあ、男女共同参画の社会ができても経済や社会が良くならなければそれは成果というか結果につながりませんので。 どういう戦略として我々の生活や仕事の現場に生かしていくかという4つの順番で話をしてまいりたいと思います。概要なんですけれども今日のこのセッションではですね少子高齢社会の問題を考えていくとそれは実は女性の社会進出の問題であってこれを男女共同参画の効果的活用でまあ解決することを考えますと。 ですからあ憲法学で考えるととはちょっと違う方から、まあ、山を登ってみたいといいとううふうに思います日本が直面している社会問題として、まあ、少子高齢化というのはあ皆さん新聞やテレビでご存知だと思うんですけれどもこんなふうなことは感じたことはありませんでしょうか。先進国になったらどこの国だって多、まあ、かれ少なかれですね少子高齢化するもんだから。 まあ日本だけが取り立ててですね大騒ぎする必要がないんじゃないかと、まあ、先進国病みたいなものだからねところが日本の高齢化というのは世界でも極めて特殊でですね逆に言うと世界から注目されているという点がありますこれを見ていただきたいんですがこれは1999年の大学ニュースセンターの試験ですね倫理で出た問題です でこの4つのグラフがありまして、えー、次の図はアメリカ、韓国、スウェーデン、日本の65歳以上の人口比率、まあ、高齢化の度合いを示すわけですがそれと将来推計1999年時点ですからここが2000年ですから大体ここまでが実績ですねこの今後の、えー、将来推計を示したものですこのうち日本をどれか選びなさいというのが大学入試センター入試に出たわけです。でえー 答えは皆さん、えーまあ、お分かりだと思いますけど日本はこれですね明らかに違うこれリレーの選手だったらいいですよねビリケツからみんなをごぼう抜きにしてトップになってねここから分かることが2つあります日本は世界の中でも非常に早く高齢化するということですね他の国はこうなだらかにこうどこの国も高齢化するのは認めるんですけれどもなだらかではなくてこ,うこの傾きは急だと。 でみんなと一緒のところまで来たらあとは一緒に歩いていくかとそうではなくてみんなを突き抜けてもっと高いところまで行きますということです。ですから日本のの高高齢化はそのスピードが速くて最終的な到達線も高いといとうことが言えるわけですでここに一刻も早い対応が必要というふうに書いてありますが少子高齢社会が、まあ、来たという時にじゃあ子どもが足りないから。 天国から子供を産むお母さんを300人をスカウトして来ようかって言ったらそれはできないわけですね30年後に子供を産む世代は今生まれた世代なわけですつまり、えー、人口が再生産されるためには既に30年先を見通して話をしなければいけませんから、えー、2045年の日本の労働者、子供がどれだけいるかは実は今決まっているわけですね でですすから早め早めめの対応が必要なわけですで高齢化というのは、まあ、全ての人口に占める高齢者の比率が高まることですねで全ての人口に占める高齢者普通は65歳以上を取るわけですけれども、えー、高齢者はまあ退職世代で長寿化していくとで、えー、若年者はあ全人口っていうのは若年者か高齢者に分かれますから。 勤労世代が減っていくことを少子化と呼んでいるわけです日本はこの長寿化と少子化が同時に進んでいるのでどんどん高齢化していますということですえっ、ー、とこの勤労世代がいなくなるところから考えていきたいんですけど当然働く人がいなくなると実は日本の労働力というのは毎年、えー、ここ何年間か100万人ずつ減少していましたというのは1945年に終戦がありましてそこの47年に第一次ベビーブームというのがありました で1947年に生まれた人が65歳になって仕事を辞めるのが2012年なので2012年から毎年100万人ずつ退職していくと今まで働く側にいた人が退職する側に行って年金をもらう側になりますという大きな転換点が来ているわけです。でこのまま少子化が進むとですねどうなるかですけどこれがあの将来の推計を示した。 ものなんですがここが今私たちの2015年ぐらいですね今もう日本の人口は1億2500万から少し下がりつつありますジェットコースターの下り坂に入りつつありますこれからガーッと加速度的に下がっていくわけですがどん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 下がっていきますと大体8000万人ぐらいになるんじゃないかとでどん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 これがずっとこっちの壁までもし線を引いたらですね次の 西暦3000年には日本人は1人になるとですね。今1人のお母さんから2人子供が生まれませんのでお父さんの分も含めて2人産んでやっと家のサイズが続くわけですね。出生率が2を切っていますので日本人は今絶滅過程にあるわけです。でここで見ていただきたいのは人口はどんどん減っているんですけどこの3つの色ですね。えー、子供世代、えー、勤労世代そして高齢者世代。高齢者世代はほとんど 減らないんんですねねここのの面積がが変わりませんよ、ね、高さこの白いところ働く人がどんどんいなくなると日本の高齢化の問題は働く人がどんどんいなくなるというところに大きな問題があるということになりますでじゃあ,、えーまあ国際的に見て出生率どうなのかなと、まあ、昔はどこの国もたくさん生まれてだんだんこう下がってきているんですけど、えー、実は先進国の出生率というのはこういうふうになっておりまして。 日本は今2人生まれません1.43ですねアメリカは結構高くて1.8フランスも1.9スウェーデンも1.9イギリスも1.9に近いですね2あれば続きますからですね2を切っちゃってるのは日本とイタリアとドイツこれ1.39日本イタリアドイツ なんかありましたね <laughs> 日独、ね、なんとかかんとか、ね、どうも古い考え方のような国はですねどうも出生率が低いという状況にあるようですじゃあ出生率が低いんだったら外国人労働者の人にもっと日本に来て働いてもらえばいいじゃないかと思う人がいるかもしれません。これが東アジアジのの国々の出生率なんですけど どこも実は下がってるんですね日本は1.43ですがタイ1.4シンカポール1.19日本より小さいです韓国も日本より小さいです香港台湾に至っては1.07ですね一時的に0.98まで下がったんです,、ね、ですからアジアの国から人を来てもらったりすればいいじゃないかと思っていたら大間違いでそれぞれの国の人たちは自分の母国のお年寄りの面倒を見なきゃいけないから日本に助けに行ってる場合じゃないよと。 いうことになるわけですそうするとこう高齢社会の問題というのは女性の問題ってこうつなげていきたいわけですけど今言ったように高齢化率というのは全人口に占める高齢者の比率でそして、えー、高齢者が長寿化していきますと、まあ、要介護の人が増えたり社会保障の負担が増えたりしますとでそれをおーより少ない、えー、若年者の人で、えーまあ、賄っていかなきゃいけないと。 と労働力ももしししますし出生率も回復していいいかななきゃいけないじゃあこれらの問題っていうのは実はその今のアベノミクスのですね新三本の矢と大きく関連しておりまして、えー、とアベノミクスの新三本の矢っていうのは1億総活躍社会ではですねどういうことをするんだっていうと GDP を600兆円にします、ね、豊かにします希望出生率1.8ですね。 まあフランススイギリスに近くしますと、ね、それから介護離職ゼロこれが年間10万人介護親の介護をしなきゃいけないためにやめてる人がいるんですけどもその主に女性なんですけどそれをゼロにしましょうという問題ですでこの問題を解決するっていう国家的課題は実はまあ600兆円のためには働く人がいりますねと希望出生率1.8のためには子どもを産むことが必要ですね 介護離職ゼロだったら、えー、介護をし,てしながら働くことが必要ですねということは女性が子供を産みながら親の介護もしながらちゃんと働ける社会を作らないと日本の問題は解決しないと一億総活躍でたのあの幸せな国を作ると言ってるんですけど、えー、この問題を解決しないといけませんねということになるわけです。 で、じゃあ、介護のとこを見ていきますけれども、実は介護するのもされるのも女性だと。介護問題は女性問題というところに入っていきたいんですけど。六十五歳以上の介護保険の受給者のうちの、男性と女性の比率を、ここに示しています。男性が百四十万人、女性が三百四十万人、これ百パーセントに比率。男性三割、女性七割。これはまあ、当然。 男女で寿命が違うから、えー、なんですけどもまず介護をされる人は、まあ、女性が多いということですねじゃあ介護をしている人はどっちなんだろうこれが誰が介護をしているかを示した絵なんですけども介護をしている方の人はまず同居の人が6割ですねそれ以外のまあ事業者とか別居とか同居している人が6割いましてそのうち配偶者がまあ半分ぐらいですね子どもの配偶者 まあこれお嫁さんだったりしてこれ奥さんだったりして子供も娘さんだったりしてということでじゃあそのまあ性別をちゃんと調べてみましょうというのがここになるんですけれどもえ同居の人たちのまあやっぱりえ7割ぐらいが女性と介護を受ける人の70%が女性で介護をしている方の人も70%が女性だとでこの人たちがの問題をきちんと解決できないといけませんねと。 それから先ほど言いました家族の介護・看護のために転職や離職する人がですねだいたい10万人ぐらいいますとです、ね、5万人になると、えー、町や村は市になることができますから1年間に市,市民、ね、どっかの市2つ分の人口が仕事から離れているということになってしまうわけです。ここれでででははととても600兆円を達成すすることはできませんですね かちょっと介護についてですけども、えー、介護になる人はどんどんこういうふうに増えているんですねところがですねどこの人が増えてるかというと重度の人よりも軽度の人が結構増えてるんですね、えー、で軽度の介護になる理由はですねこ脳血管疾患とか心臓病っていう、まあ、病気ではなくてここなんですね軽度の人はこ,ここが大きいですよね単にに動かないことによる 心身機能の低下社会参加をしないことになるとだん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 心身機能が低下して、えー、要介護になってしまうということですね。老若男女全ての人がやっぱり社会参加でききるようなななを作らなきゃいけないけとで介護なんですけど2010年から2045年まででですねどのぐらい要介護者が増えるかを計算してみますと大体高齢者が増えますので今のままの発生率だと1.3倍ぐらいなんですね。 ところが65歳以下の未満の人は少子化によって減りますからじゃあこの人はこの人たちを面倒ね介護するとすると1.3倍に増えた人を0.65倍にしか増えない人たちで介護すると1人当たり2倍介護しなきゃいけませんよとで今介護をしている人は一体一日どのくらいやっているのかなというのは統計でこの社会生活基本調査というもので見ますと。 男性は、ねえー、260万人、女性が1.5倍の400万人、時間も男性はまあ25分に対して、女性が大体倍の50分ぐらい、そうすると女性は人数で1.5倍、時間で2倍、そして将来2倍ですから、じゃあ女性だけに任せたら6.2倍介護してくださいと、そんなことはです、ね、女性が一人でこう三役果たすことはできないでしょうということですですから、社会の変革が必要なわけです。 つまり、少子化対策で母としての女性への期待があり、労働者不足対策として働く女性への期待、高齢者介護として介護する期待があると、でこれを女性一人で三役果たせるはずがないということですから、社会システムの構造転換が必要、憲法に男女平等しなさいって書いてなくても、これやんないと日本は滅びちゃいますよということになるわけです。 で男性がもちろんあ女性がもちろん男性も働きながら家族の世話ができることが必要で、えー、これがまあキーワードとして最近言われているのがワーク・ライフ・バランスと呼ばれるものです。ワークラライフバランスとはワークとライフのバランスだからこれ直訳しただけじゃよくわかりませんね。お国は何と言っているのかでも見ました内閣男女共同参画うこの問題の中心機関ですね。 えー、ワーク・ライフ・バランスとは国民一人一人がやりがいや充実感を感じながら働き仕事上の責任を果たすとともに家族や地域生活などにおいても子育てき中高年期といった人生の各段階において多様な生き方が選択実現できる社会。何言ってるかわかりませんよね、これね <laughs> こんな答案書いたら私テストだとバツって言うですよ、ね。だって、ね、一つの文章はこんなに長いよね。ね 子どもと家族を応援する重点戦略会議個人が仕事上の責任を果たしつつ結婚や育児を始めめとする家族形成のほか介護やキャリア形成地域活動への参加と個人の多様なライフスタイルの家族がライフステージに応じた希望を実現できるうことであるすいません誰かこれを日本語に訳していただけますか <laughs> よく分かりませんよね日本語としてねこれよくわからないやっと少し分かる厚生労働省ワークライフバランス推進機 働く人が仕事上の責任を果たそうとすると仕事以外の生活やりたいことをやらなきゃいけないことが取り組まれなくなく両者を実現できる状態のことです。ああそうだなと、ねえー、仕事をちゃんとやろうとしたら子供が育てられないとか親の面倒が見られないんじゃなくて、ね、仕事もちゃんとやりながら、えー、家族の世話もできると。日本は国際的ににどののぐらい男女平等なのかってちゃんとご丁寧にも ランキングしてくれているものがありましてこれです、ね、グローバル・ジェンダー・ギャップ・リポートというです、ねえー、エコノミック・フォーラムというです、ね、ダボス会議で有名なところが、えー、ランキングをしておりますでそのランキングなんですけれども1位がアイスランド2位フィンランドノルウェー、スウェーデンアイルランドニュージーランドデンマークフィリピンニカラグアス,スイスオランダどどど,どどどどどと来て一応ベスト20までには日本は入っていません。 ちょっと気にあの覚えていてほしいのがスウェーデンとかノルウェーとかフィンランドとかデンマークとかいわゆる北欧福祉国家と呼ばれているところは男女平等度が高いとじゃあ日本は何位なんだろうと、えー、日本は101位です非常にこうあのタジキスタンとかよりも男女平等度が低いと思うんで,す、ね、でもいつかスウェーデンやノルウェーとかデンマークみたいになりたいなと。 世界ランキングが上がればすべて OK かというとそうではなくてですね、世界ランキングが上の方でも出生率が低いところはあります、ね、じゃあ、このなんで日本は点数取れないんだろうと、ワードエコノミックコラムより、えっと、4つの変数からなってます、経済活動、これは日本はですね、まあ、同一賃金、同一労働とか、男女の就業率、あまり変わりません、ここがだめですね、女性の議員や上級公務員、ここが日本は少ないです。 それから教育の達成ですけどこれはあの女性の、まあ、男女の識字率の違いはほとんどないですし女性も大学進学率高くなってきますここではあまり点数はあの困るということはありません。それから健康ですね、えー、男性と女性の出生率女性の平均寿命は長いですから日本よりですね、えー、ここも悪い点数は取る,取ることありますすここです政治への関与女性議員と男性議員の比率日本はすごく低いですよね。 過去50年間でで女性減収ゼロですよね卑弥呼とかも入れれば、まあ、1位って入れるかもしれませんけどそういうわけにはいきませんのでですね。ということで政治参加が非常に日本は点数取れてないということになります。これですねこれが世界の,そのエコノミー経済健康教育政治参加なんですけどこれが日本の青いところがですね世界の平均レベルに比べて非常にこう点数が足らないことが分かります。じゃあ次に 男女共同参画になってもみんなが不幸だったら意味がない実は幸福度をランキングしてくれてる、まあ、あの人がいるんですねワールドハッピネス・レポート1位デンマークノルウェースイスオランダスウェーデンあれあれなんかさっき聞いた国ばっかりですよね日本はどこでしょう日本はなんと43位ですねベネズエラとか よりも下ですメキシコとかよりも下ですね。ということでどうもその世界的に幸福度の高い国と男女平等度っていうのの,の高い国が重なっているところが多いなということが分かります。でここ私横軸にこの男女平等度をとりまして縦軸に先ほどの幸福度のランキングの点数を入れますとこういうふうな右上がりの関係が、えー、見られました。 とということで、まあ、あの男女平等にするとですね、えー、国民の幸福度が上がるということも統計的に見えます北欧はあのー、先ほど、ここら辺の国はですねどうして幸せなのかって出生率に一つ表れていると思うんですけどこれが日本の出生率日本の出生率は紫なんです昔はですねこの国の中で一番だったんですけどどんどんどどどどどん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 ここ下がってきたんですね。す。 ところが北欧の国にはどどどどどん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 ん上ががってるでですすねねこが違うののかです、ねえー、北欧の日本4人のうち3人の女性が就業時の80%の賃金をもらって育児休業、ね、日本は育児で辞めたらもう完全に退職したりですね次はもうパートでしか復職できなかったそんなことないです女性の学歴が高いほど40歳の時子供を持っている確率が高い日本逆ですね女性の学歴が高いほど結婚してなかったですね 生これはあの婚外子っていうのは結婚の届出をしていないです、ね、結婚の届出をするっていうこととパートナーと暮らして子供を作るっていうことが別の問題になっているとですねで、えっと、特別なですね少子化対策をしたわけではなくて男女平等とか子育ての家族政策を行ったら出生率が回復してきたと彼らは言うんですねでこれが非常に象徴的なんですけどノルウェーの子ども手当に関するもの。 ね、子供の上にお財布があってお札がバラ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 、ね、子育てのためだったらお金は惜しみませんとね子供を持つ親の権利っていう本が政府によって作られているということですで男女共同参画社会、まあ、あの北欧の事例を見ると進めていくべきなんですけど義務、まあ、と捉えるか戦略と捉えるかで、まあ、あるこの男女共同参画社会を推進していくときにですね まあ説得の技法としてですね三つあると私は習いました一つは大きな原理から説得する宗教で神様はこう言ってるからこうしなきゃいけない憲法ではこういうふうに書いてあるから自衛隊はここまでしかいけない、ね、正義で考えるとこうだから君はこうするべきだそれからもう一つこれはまあ一応なんか論理的にすっきりするはするんですけれども相手がその原理に同意していただけないとダメですね。 憲法で書いてあったら憲法を改正すればいいじゃないかとかねあなたの神様はそう言ってるかもしれないけど私の信じてる神様はそんなこと言っていないとかね正義だってまあ人によって違いますよね弁護士さんの事務所にも正義って書いてあるかもしれませんしヤクザ屋さんの事務所にももしかしたら男の正義って書いてあるかもしれませんよね正義は人によってかなり違うねそか多い少ないから考えましょうっていうのが経済学とか医学です A という方法と B ではどっちが儲かりますか A という方法と B という治療法ではどちらが長生きできますか、ね、そこにはあの理念はあまり差し挟まない、ね、3番目は情に訴えた説得で私もこれだけ頑張ってるんだからあなたも少しは協力してくださいよ、ね、あの夫婦喧嘩でよく使われる手法ですねでここでやっぱりこう多い少ないで考えていきましょうとでないとですね例えば、えっと、義務とか権利っていうとですね北風と太陽っていう話があるんですけど イソップの旅人のコートを脱がせた方が勝ちだって北風はピュー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 吹きつけてコートを吹き飛ばそうとしたら旅人はギュッとこう掴んでし決して離しませんでした太陽はポカポカと照らしたら自分でコートを脱いでくれましたでもし男女共同参画しなきゃ罰金だっていうとですね例えば30%は女性を雇いなさいって言うとおそらく30%を雇うかどうか検査しなきゃいけないですね。 常に守っってるかかどうかそうとコストはかかっちゃうわけですね次に30%雇いなさいって言ったら絶対35%はいかないですよね30%を達成してるからもういいもんでも CO2 の削減でさえであっても女性の男女平等でもよ、OK、ければ良いほどいいんですねところがまあ,あの強制しちゃうと永続性がないと目標達成しちゃうとやめちゃうですのでやはりえー この方がいいんだってですね例えば女性の社会進出を抑制してことに専念させて子供のいない夫婦に子供なし税とかかけちゃってですねそしたら日本の出生率回復するかもしれませんけどそれは素晴らしい日本の政策ですねって世界に褒めてもらえるかというとあんまりかっこいい政策ではないですねやっぱり自発的に回復していかなきゃいけないということですで男女共同参画を実現するべきか否かは それに寄ってるもたらされるまあ利益を冷静に評価して圧力だとかね潮流だからと言ってもあまりうまくいかないということになります。えっ、ー、とワークライフバランスについてですね。じゃあ社長さんに義務じゃなくて社長さん女性を雇った方が女性を大事にした方が会社が儲かりますよっていうことを。 分かってもらったら社長さんは30%どころか40%、50%と雇いたいと思ってでそれを実際に研究した人がいますこの山本先生と松浦先生という方がですねワークライフバランスとか企業の生産性を高めるか企業の生産性を高めれば企業を儲かるわけですからね実際に企業の何年間かのデータを集めて調べたものがありますこれなんですけどワークライフバランスに対する取り組みをやっているとそういう推進策を会社でやっていると。 でこのまあ、そんなにやっている会社はいないんですこの棒グラフがこの全体の中でのそういう取り組みをしている会社の比率ですで、えーっと。やっていない会社はここです、この生産性はこうやってあんまり伸びていませんところがああすません98年から2003年に導入した会社はビューンとこう生産性が上がっています。それから最近、えー、導入した会社も非常に高い生産性を おの差があるということですからやはり何らかのそのワークライフバランス政策を導入した方が生産性が高いよということが見ててあります個別の政策についていきましょう例えば法律で定められている基準を上回る育児休業制度を取っているところやってないところはこれですねで、やってるところはやはり高い生産性が実現されていますということでやはりこの差があるということです 生産性が高くなるっていうのは社長さんにとって嬉しいことですねそれから非正規社員を正社員に転換するこれ女性パートが多いんでですねところはこれに関してはあまり差がありませんでしたこれがそういう制度は導入していない会社で生産性から見ると実は導入している会社の方がやや低いということになりますだから何でもかんでも証拠なしに頭ごなしにやれっていうのは良くないですね 効果があることと効果がないことがありますよということも区別しなければいけないエビデンスに基づいて議論をしなけければいけません分かることはワーク・ライフ・バランス施策を導入している企業はそうでない企業と比べて、まあ、いろんな指標で見ると生産性が高いということはいくつか分かりましたただし何でもかんでも全て効果があるわけではないと企業の特性によって効果がある場合とない場合があるので頭ごなしに何でもやりなさいっていうわけではないということですね。 じゃあどのようにしてワークライフバランス実現するんですかとね仕事とせせ生活の調和ですから労働時間を減らしながら給料が下がったら意味がありませんから成果を上げて、えー、分配を増やすということですから効率化しなければいけないということですね、えー、ワークライフバランスは単に早く帰って休んでるってことじゃなくてやっぱり生産性を効率化しなきゃいけないということになるわけですで日本はですね実はものづくり日本 って言われてるんですけど実は日本経済の70%近くはですね、サービス産業なんですね、えー、で、実は製造業もサービス化して例えば iPhone っていうのを皆さん人気で買いますけどあれは電話そのものよりもそれによっていろんな音楽を聞いたり通信をしたりするソフトの方を興味あるね。パソコンもインターネットにつながってなかったり動くソフトがなければただの箱ですよねハイビジョンデジタルテレビって今売ってますけど それ置いててもも何のご利益もありませんよねそれによっていい番組が見られなければ意味がない、ねえー。ということで、えー、いろんな製造業も実はサービス業の部分が伴ってないとだめですでこれがせ世界の先進国の OECD っていうのが先進国なんですけどその中での生産性、えー、労働者が1時間働いた時にどれだけもの、まあ、を作れるか日本はです、ね、この OECD 平均がここなんですね。 そこよよりりも平均より低下なんですね日本ってトヨタとかキャノンとかあるからさぞかしい生産性の高い国だった。しかし、えー、実は、えー、日本の生産性というのはそんなに伸びていないんですね。ということで、まあ、女性の社会進出と今サービス業が日本経済の中心であっていってますから昔は日本経済が第一第二産業、えー、畑仕事とか工場労働の時は男性が働いて女性が家事っていうのは、まあ、それなりに合理性があったんです。今は 70%がサービス業サービス業って知的労働とかホスピタリティですから女性も働く方が有利となりうる時代なわけですね、えー、サービス産業ってどちらかというと女性が多いですね例えばデパートの売り子さんとか看護婦さん学校の先生、えー、今はなくなっちゃいましたけども電話交換所とかですね、えー、ですから女性の社会進出がちゃんとできるかどうかがサービス業が生き残れるかどうかでそれは日本経済の70%を占めてるわけですから 高齢社会のの日本の面を握るということになりますいくつか例を出したいんですけれども IBM とかヤオコーっていうところにおける女性能力活用の事例なんですけど IBM っていうのはですね、まあ、変化する市場の多様性に適応するために、まあ、能力があるにもかかわらず、まあ、今まであの日が当たってこなかったマイノリティの存在にして制約を取り払ってで業務に専念して業績結果を残すということが 強く今までみんな同じっていう市場じゃないといろんな多様な市場に対応するためには作る側もいろんな人に参加してもらわなきゃダメでしょうヤ八コ香っていうのはこのスーパーマーケットなんですけど女性がヘルパーとかパートナーですねあるパートで働いている売り場の女性なんですけど登用して権限を移譲してですねスタッフの意識レベルを高くすると今度どういうものを仕入れたらいいかしらっていうことをパートさんが考えるとね女性が。 でここら辺の企業は女性だから支援するんじゃないとあるいは女性向けの福利厚構成でやってるわけではないと売り上げが伸びるとか、えー、そういう、まあ、あの会社にとってためになるという点から女性を活用していますこれは非常に重要なことだと思います。ちょっと IBM っていうのは皆さんあの昭和生まれの皆さんはコンピューターの会社だっていうふうに思ってると思いますかね。 えー、しかし今はですね実はそのものを売るメーカーではなくてソリューションというサービスを提供してですね顧客がある問題を抱えたときにそれを解決するって、ね、例えば IBM の人工知能これが最もおいし今夜のおかずを考えてくれるそうです,そうするとですね世界中のおいしい料理のレシピから IBM のコンピューターが、ね、お母さんに代わって最もおいしいベルギーベーコンのプリン ベトナムリンゴのケバブ、いちごとあき,きのこといちごの組み合わせ、本当においしいのおいしいそうです。最もおいしい材料を、最もおいしい調味料で、最もおいしく調理するとどうなるかってことをコンピューターがはじき出して実証データで提供する。そしてついに IBM がクッキングの本出しちゃいました。ねえー、IBM がが出していいる、えー、ククッッキンングブックついにコンピュータータ えー、お母さんの代わりに夕、えー、ご飯のレシピを考える世の中になっていると、まあ、こういう形でですね人工知能がどんどん発達して生産性が上がっていくなれば日本の高齢化社会もお解決するんですが日本の高齢化社会の解決は女性が活躍できるる社会を作り出せかかかかどうかにかかっています1.8の出生率介護離職しない GDP600 兆その GDP の大部分はサービス業でサービス業には女性が多いですね。 で前代の日本はワークライフバランスが取れていないために、まあ、長時間労働とか少子化社会の賃貸などの問題が起きているわけです。でワークライフバランスの推進のためにはこの昔ながらの男は仕事女性は家庭という考え方から転換しなきゃいけないただ、えー、義務とか強制だからやるとかですねいうことよりも、えー、より幸福な社会の実現の観点特に労働生産性を上げるということが、まあ、重要になっていくと。 いうことですということで、えー、非常に駆け足でございましたが男女共同参画社会というのは憲法に書いてあるからやるんじゃないんだと、まあ、そ,うそういうふうにやっても別にいいんですけれどもたとえ憲法に書いていなくても今の日本の、えー、社会からするとですねこの3つの、えー、GDP600 兆、えー、希望出生率1.8介護離職食税といずれも介護の問題するもされるも女性 えーじょえー、子供を育てるのは女性ですね、それからサービス業で働いていただけるのも女性という面からすると、えー、男女共同参画っていうのを、えー、効率的に推進していくことが、私たちにとって、えー、いい結果をもたらすんだということが、今日の私の用紙、えー、でありままししたたあ、はい、ありりががととううごござざいい先生ました。 それではこれからテーブルディスカッションに移ります。男女平等政策によって解決していくみたいなところが、うんうん、面白いなと思います、ね。<の>社会が変わっていかなければ、あの年寄りどうするのみたいな状況に、あのなんか。 もう日本はそういうふうになってるんだなっていうのを日々実感してます自分の生活から、うん、じゃあ本当に会社単位とかその職場単位とか何でもそうなんですけどその共同参画とかっていう言葉自体がなくなるような、ねまあ、自然のやり方はやれることは何でもやるっていうのかなって。さん 意味での在宅介護の,その援助の方だけじゃなくて、うん、一般に与えている人も介護に入れるよ、ね、うになるっていう発想ももちろんできてくる、うん、まあで、生産性って、時間で帰れないことっていうのも私、労働、時間生産性を下げてるのも一つにあの、業務技術書っていうか、何をしてることによって評価されるかが日本は非常に曖昧ですよね。 だからみんな子どもがきてあるけどね、教育がものすごく負担が大きいの、それじゃなくこ子を作れないんです、それから第二番は意識の問題、複合的なな原因なんですねあまり関心がないと、まあ条例がいいか悪いかは別だけど、ね、でも実施したいはやっぱり地元の市町村はね、ある程度積極的にやっていかないと。 やっぱり意識改革っていうところが結構根底にあるのかなっていうふうにちょっとなんか年齢層によっても意識とか感覚感じ方違うっていうところもなんとなくうちのところではありましたのでなんかそういうところから始めていかなきゃいけないんじゃないかなっていうようなお話を半でしました、えー、時間生産性を向上させるのがまず第一にで。 まずそこのために、えー、じゃあ評価をどう,どういう風うにするんだとか、えー、成果を出したら早く帰っていいのっていう制度はなかなかうまくいかないんでしょうかとか割とその、えーうん、成果の評価と今度その。 時間あたりの生産性の向上をまずどういうふうにして上げていったらいいでしょうかという話が割と盛り上がっていました男女共同参画に向けて働き方だけでなく子育てや介護の面も含めてやはり男性の側の意識改革が必要なのではないかという話が出ました。 特にその中でも企業につきましては経営者の方ですとか管理職の方ですとか男性の方特に多いと思われますのでそういった方々にアプローチする今回お話しいただいた経済の面からのアプローチもそうですけれどもどういった方面からのお話をするのが効果的なのかという意見が出ました国家としての制度設計が非常に国ですとか会社の経営層ですとか まあ非常に悪いという部分がまず一つ総論としてていいっぱい出てます例えばあの小さい会社ほどもう男とか女とか言ってられないところというのはもう必然的にそういう部分をどんどん,どん,どん取り入れてやってきているとところが大会社それから例えば有名な銀行さんですとかそういうところほど昔の,その価値観というか男性中心のそういう意思決定に基づいて、まあ、邪魔をしているといいますか。 まあいろんなそのお茶組を含めて非常にこう球体的なやり方になっているという部分がまず話の前提としてまずありました企業さんにまあその男女共同の参画というかそこの取り組みを進めていくためにはあの先ほどの最初のグループさんでもあったんですけれども一緒にこうやっぱりどうやってその自分の企業に取り,、えー、取り入れるというかですね あのどういう制度を作るかとかそういう具体のです、ね、取り組みをセットでこう支援するような仕組みが必要なのかなというふうに,個人的に思いましたノルウェーで、えっと、2番目ですよね女性の学歴が高いほど40歳の時子どもを持ってる確率が高いっていうのは何でなんだと、えー、それからじゃあもしノルウェーや北欧と同じことやったら日本でも1.8ぐらいまで戻るのかと。 一番と関連してるんですね学歴が高いと、まあ、きちんとしたその、えー、福利厚生施設あるいは福利厚生制度のある会社に、えー、就職することができるとそうすると一番を使うことがでできるわけですね、えー、っと仕事を休んでいても、えー、80%もちろんこれ国の制度ですから、まあ、あの企業に関係なくそうなんですけれどもで重,大重要なことはその。 仕事子育てが終わって戻った時にですね前と同じポジションに戻れるっていうことが非常に重要でしてそれができているらしいんですね。日本はもう戻ってもまたなんか今度はその非常にあの雑用的なところに戻ってしまったりあるいは正社員では戻れなくてパートでしか戻れないっていう。 とということで社会保障や社会の会社の,この雇用制度がきちんとしていることが女性の学歴がこう、えー、出生率を引き下げる要因にはならないということがセットでで言われていいるみたいです日本に導入して本当になるのかって私も非常に興味があったんでちょっと計算してみましたこシミュレーションしてみた結果があるんですけれども。えーとこの 現行日本は1.3ぐらいだったんですけどこのぐらいの出生率なんですけどノルウェーと同じだけ育児施設を整備したらどうなるかっていうんですからあんまり効果は期待できなかったんですよシミュレーション計算をするとそれはそうですよね子ど保育所ができたから結婚して子供もを儲かってる人はあんましいないので,で次に女性の育児休業がノルウェーと同じぐらいまでいくと結構効果がありまして1.5ぐらいまで私のシミュレーション計算では。 さらに男性もノルウェーと同じだけノルウェーのパパクォーターというのがありまして、えー、っと1か月分です、ね、子供が生まれたらあの男性も取らなければならないとそうしますと1.74四ので1.8ぐらいまで来ますので、えー、っと最初にそのあのグラフを見ますとです、ね、ノルウェーと日本北欧と日本日本,これ日本とコレアですけれども韓国ですけどアジアとあのヨーロッパでは文化が違うよと。 いうことだったら我々の DNA を取っ破えない限り永遠に出生率は戻らないんですけど、そうではないと外部環境をノルウェーと同じようにしてやれば、まあ私のタヌキの川山用計算では1.8ぐらいまで、えーえー、上がるでしょうということです。なんで意識改革ができないのかと、なんで我々は失敗し続けてしまうのかっいう、まあ二つあると思うんですけど、えっ、ー、と男女共同参画をしたら。 良くなるってていうことに関してやっぱりきちんとした数字で議論をしていないから分からないことに関してわざわざあの人間不安ですから踏み出そううとはしないいっていうのがありますよねでそれから国家の予算配分についてなんですけどご指摘のあった通りですね日本あの先進国の社会保障を一体誰にお金をつぎ込んでいるのかなんですけど高齢者が青で。 家族これは子ども関係ですね赤なんですけど青と赤の比率を見ますと日本は圧倒的に次世代よりも家族給付よりもやっぱり高齢者が多いですねそれしってスウェーデンというのこの赤がかなりの比率を持っていますということで日本今の日本はあまり次世代のためにお金を払っていないですね来年の種もみまで食べちゃってるみたいな感じでですねやっぱりあの次世代をきちんと育成することが自分たちが、えー、高齢化した時に次世代に 助けてもらううとといこ重要でですので次世代にまあ人的投資をするかしないかという面からもあの日本の予算配分を変えなきゃいけない人じゃあなぜ予算配分が変えられないのときにえ今日はちょっとお示しできませんけど若い人の投票率が非常に低いんですね日本は今度18歳からもなりましたけれどもずっとこう過去何十年間かの投票率を取りますとずっと下がってましてまあ 高齢者の方50歳以上の人もまあゆっくりとは下がってるんですけども政治不信があってただ決定的に両者の差が開いておりましてそうすると政府は来年の予算を作る時にですねお得意様で投票してくれる方の予算と投票にも来ない人の <laughs> 予算とどっちを大事にするかということを考えてみるとやはりあの若い人が 我々にもこの外国と同じぐらいに予算を振り向けろということを投票民主主義ですから投票によって示すということですね逆に言うと投票に行かないと予算が配分されない投票に行けば予算が配分されるってある意味では民主主義が機能していると考えられますからぜひ若い方には投票行っていただきたいと思います高齢化対策としてもっと他にやることがあるんじゃないかっていう話がありましたけれどももちろんそうで。 これ長寿化と少子化によって高齢化が起きるんですけど高齢化対策ってできますか分子少なくするってわけいけませんよね先輩もうい卒業してください新入部員を増やすっていうことしか高齢化率を下げることはできないんですねただ新入部員を増やすには2つの方法がありますこのまさに新入部員を増やすっていう方法と OB に卒業してもらわないっていう方法ですねすなわち、えーっと ここの赤い部分は65歳以上なんですけど今65歳でもう働けないっていう人はそんなにいないと思うんですね体力的にも経験的にもサービス産業が大事だって話しましたけどサービス産業は力仕事じゃないわけですよねサービス産業でサービスでいい仕事するっていうのは経験をどれだけ積んでるかですよね例えばホテルのフロントの人っていうのはお客さんがいろんなことを言ってくるわけですよねわがままなことも。それをれをこはできません それは知りませんっていうのじゃなくてこれはできませんけれどもこれではどうですかって提案ができる一流のコンシェルジェっていうのはやっぱり経験を積んでいる人だと思うんですねで。サービス社会においてこの赤い部分の人が辞めないで黄色い部分にこう入ってきていただくとつまり、えー、退職をしないでですね働く意思と能力のある方は70まででも働いていただくという2つの意味で別の高齢化対策というのができると思います。 先ほど投票でっていうことですけれども、えっと北欧の人に聞いたんですけれども、日本人と決定的にかなり違うと思うっていうのは、個人がアクションを取ると社会は変わるっていう気持ちが非常に強いそうです。日本だとまあいい投票行ったって変わらないよというふうな気持ちがすごくこう諦め感っていうのがあるんです。そこがかなり違うそうです。それから女性議員を増やす方法なんですが。 日本に女性総理大臣ができたらいいと思いますかって聞いてみたんですねそしたら女性総理大臣が誕生するべきだと思うし近い将来誕生するだろう女性の総理大臣が誕生するべきだと思うがそれはまだ時間がかかるだろう日本では女性の総理大臣は似つかわしくないだろう男性女性に関わりなく能力のある人が総理大臣になればいい似つかわしくないだろうって答えてる人は全体の5%しかいませんでした。 男性でも6%しかいませんでした。女性なんて絶対だめって言ってる人は、えー、そんなにいないっていうことですね。皆さん心の中では実際に投票行くかどうかは別として、えー、男女にそんなにこだわっていないんだなとですね。それからじゃあ実際にどういう人がいいのとちょっと聞いてみたんですけどちょっと古いんで、えーのえー、ですから1番が小池百合子さん2番が蓮舫さん3番が小節さんもちょっと難しいかもしれませんね。もうえー、このの上位3人でも全体の 20%もいってないんですね、60%の人が適当な人材がいないというので、ぜひ女性の方にも、だって女性が全員女性に投票すれば、半分は女性になるんじゃないですか、議員は。えー、ということです。あと、まあ、クォーター制度っていうのがあるんですけど、あの女性を何パーセントかあのもう座席指定にしてしまうって、ね、議会の30%は女性 ぜひとも導入すべきであろうと思うというのが全体の1たーーー。導入しても構わないよという人が4人、足すともう50%なんですね私もっと皆さんそんなことまでしてっていうふうに保守的かなと思ったら割とこれ賛成導入すべきじゃないと思う人は4人に1人しかいませんでしたで男性でも、えー、導入しても構わない導入しても良いという人が結構多くてですね、まあ、導入すべきでないというのはちょっとここは男女差がありますね ですが全体で見るとやはり導入すべき導入しても構わないということなので制度的にもできる可能性はあるんじゃないかというふうに思います人によって何が一番幸せか違うじゃないかっていう話がどっかで出ましたけれども確かにその幸福とは何かっていうのは人によってかなり違うんですねでもし幸福が誰しも同じな場合例えば終戦直後の日本みたいに とにかくお腹が空いているね生活を安定させたいっていう時には経済成長第一主義あるいは所得倍増計画っていうのは政府として国民に提供するメニューとしては合理性がありますしかし今のように、えー、社会が発達した時にはですね えーまあ、ご飯を食べたいという人もいるかもしれませんしいやそれよりもきれいな空気のほうが大事だという人もいるかもしれませんしいや外国と仲良くする人がことが大事だという人もるかもしれませんしいや日本の独立性を重視すべきだという人もいるかもしれない勉強したいという人もいるかもしれないし早く社会に出たいという人もいるかもしれない働きたいという人もいるかもしれないしそうでない人もいるかもしれない。 いいいかかに選択の自由が保障されているるう社会を提示すすべきなんですねつまりこのラインしかないんじゃなくてここううういととをやろうと思ったらもできると障害者の人でも例えば参加することができるとかですねいかにたくさんのメニューを提示できるかっていうことが政府の新しい役割ですので、まあ、男女共同参画社会っていうのも絶対女性に働けと言ってるわけではないですね働こうと思った人あるいは子育てをしながら 働こうと思った人、まあ、男性もそうですけど仕事の役割を果たそうと思ったらそれ以外のことができないっていうわけではない世の中をメニューを提示するっていうことが政府のこれからの役割なんじゃないかと思います。あとまあ人工知能が来たら仕事がなくなるんじゃないかなくなるかもしれませんね。えっと、アメリリカののの大学で10年以内にくななくる仕事のリストっていうのが 出ててましてちゃんと確率も書いていて99%以上の確率でなくなるただのそのお裁縫の縫う人とかですね、えー、いうのが出てますけれどももし全部の仕事を機械に取られたら私たち働かなくていいので逆にあの機械から税金を取ってですねみんなに配って、ねえー、ロボットから税金を取って私たちは毎日楽しく暮らせる世の中が来るんじゃないか。 とということを実は100年前にジョン・メイナード・ケインズが100年後の人たちはいかに余暇を楽しむべきか悩むだろうということを予言しているので2045年にはあのコンピューターの能力が人間を超えるそうですねあの将棋とか今チェスだともう超えてますけれどもねえその時に今度はあれですね仕事と子育ての両立考えなくて毎日あの休みなので。 子ととずっっ一緒ににいいるるていう世の中になるかもしれないそしたら逆にロボットがいっぱいできてきたら、えー、出生率が急上昇するかもしれません、ねえー、21世紀の最初に吉田先生が日本人が滅ぶって言ってたのは嘘だったねというふうになってくれればいいんですけれどもこういった人工知能が私たち、まあ、男女共同参画と私たちの暮らし自身も大きく変えていくっていうのは今後10年20年の間に大きく変わると思いますので。 男と女でで争っている場合ではないかもしれません機械と人間で喧嘩しなきゃいけない世の中になるかもしれない人工知能のお話はまた来年の <laughs> チャンスがあればですがここでお話しできればと思いますそういえばん政治家っていうのは一体どこの学部でどこで教育してそういう養成する機関ってあるのかしらというふうに思った、まあ、大学の法学部政治学科っていうのそれは政治家になるところ 松下政経塾ていうのはありましたけれども、うん、である特定の資質をスクリーニングした人が社会を動かす立場に立つべきだという考え方はあの一つでは成り立つと思うんですけれどもその一方でですね、えっと、そういう資質に関わりなく国民であるならば誰しも、えー、政治の意思決定に加われるチャンスを持つべきだというものが一方であると思うんですね。 どちらを重視するべきかだと思うんですけどもちろんそれは白黒つけられないんですけれどもえっともしどちらかを選んで、まあ、失敗するということがあった場合にですねやっぱり避けたい失敗は特定の人だけが権力を握れる世の中を作ってしまうことは避けたいですね。逆に言うとまああの そうでない人もまあ一時的に権力に座につくことはできるけれども要はあの辞めさせることができるっていうことが非常に重要なので文庫はやっぱりあのなるべく広くしてかつえっと不適任な人をあの速やかに退場させることができるっていう制度を作るということがあの一番理想的だと思います。特定のの人でっていうのは そうすると最終的にはですね多分あの人工知能が総理大臣になるのが一番 <laughs> えよくなってですねえ人工知能が消費税を30%っていうふうに言われたらもう従うしかないというそれはちょっと避けたいというふうに思います。 はい、それでは本日は東北大学リベラルアートサロンにご参加いただきまた活発なご意見を頂戴しまして大変ありがとうございました。最後に本日お話しいただきました吉田宏先生に改めて大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。